明治駅この辰野城下町、ここは藩主のですね、脇坂家の旧宅ということで、中も見学できるんですね。まあ下屋敷というか屋敷跡ですね。こっち側ですね、ちょっと歩く人はそんなにいないんで、まあ、奥のここから見えないんですけど、奥にですね蔵とかあって、あ、古い家なのかなって思いますよね。まあ、多少現代風になってはいますけども、特にこの木のね板張りの家なんか見てるとすごく雰囲気ありますよね。もう城下町って感じします。入り口のところと、中はですね、まあ、結局配管っていう形になるんで、ちゃんと、見るんであれば時間を取ってと。ちょっと今日時間ないんで入らないですけど、確かですね一通りこうなんですかね、庭みたいになってて、入り口のところはちょっと狭いんですけど、奥は結構広くて、中庭っていうかですね、その私が言ったその蔵とか見えた、そちらの方も全部見えるという感じになりますね。はい、辰野城下町脇坂家旧宅でした。